仮設住宅に関しては主に自治会とか自治コミュニティのサポートというところが主な活動になっておりますので、例えば夕涼み会だったり、そういう近所の夏祭りだったり、4月に表札作りとかも一緒にやらせていただいたんですけども、こういった自治会とかそういった自治コミュニティが自主的にこう活動するものに対して応援させていただくのが仮設住宅に関する活動なんですね。はい。農園は行かないの？あ、農園行きますか。農園いいんじゃない。ちょっと農園を橋本さんの幅だけファンドで、ここですぐ歩いて10分ぐらいなんですけど、土地を借りて9月30日の芋煮会で使う材料ね、人参ネギは大丈夫だったけど、里芋はダメだったと頼みだけだとやっぱり飽きるし、体もやっぱ多少なりとも動かした方がいいよなっていうところから、じゃあ農園、近くの農園、あれあそこの農園借りるかっていう話になりました。で、それと芋煮会をぶつけて、じゃあ芋煮会までに芋煮会に使えるような、食材をですね、育てよう、植えようということで、始まったのがこの市民の高橋公園、みんなの農園っていうもの。全てもう農園もそうですけど、全てもう自分たちでこうだからなんかこうしたいとか、それに対して橋本君どうしたらいいとか、こう手伝ってほしいとか、そういう流れなので、本当に一仲間として僕もそうですけど、皆さんにもそう思っていただいてればいいのかなと思ってます。はい。今後はですね、地元の方に活動塾を移して、極端に言えばその地元で復興園団のような団体をですね、新しい団体を立ち上げていただいて、活動軸をその地元の住民の方が中心に今までの活動プラス今後はその地域にこう根付いたというか、地域全体がもう支え合うような仕組み作りを作っていく活動をですねしていってもらいたいというか、それを作り上げるのが僕らの今後のちょっとしばらくの展望になってます。はい。